何なりとご用命を。ご用ですの。
何なりとご用命を。プロ騎士さん、ごきげんようですわ。ご主人様の願いこそ我が無常の使命です。
あなた様のために。何なりとご用命を。何なりとご用命を。ただいま。
いらっしゃいませ。何かお飲みになりますか？必要なのはコーヒーではなく穏やかな心です。
プロ騎士さん。俺らの工事開始だ。
勝負、燃えてきたぜ。あなた様のために。何なりとご用命を。モニュメントの中にいたっていう例の怪物、よりによってハンドが調査を引き継ぐわけ？ああ、僕たちと白銀重工は現場で確かにそう聞いた。もちろん怪物の残骸は治安局が回収するけれど、残骸の自動輸送車はホローを抜けたら直接ハンドに引き渡すんだ。まあ確かに、ああいう変なものを調べるのは治安局よりハンドのお箱かもしんないわ。でもその2つはあんま仲良しってわけでもないのよ。あんたたちが会った治安官ってのはちゃんとその辺割り切れるタイプみたいね。できる人間だわ。あらやだ、もうこんな時間じゃない。この後はビジネスのお時間なの。おしゃべりはこの辺にしとかなきゃ。とにかくレインを探す件についてはいい知らせを待っててちょうだい。ありがとうニコ。それじゃ。やあリン、おかえり。お兄ちゃん、ニコと電話してたの？ああ、広場で起きた件が僕たちに関係あるんじゃないかってニコの方から聞いてきたのさ。あの日の経緯を話したついでにレインを探すのも頼んだんだ。そうそう、もう一つ伝えることがあるんだ。今朝はクレタからも電話があって、怪物の残骸を回収する時間が決まったと治安局から連絡があったみたいだよ。やっと決まったんだ。回収作業順調にいくといいね。そうだな。ま、怪物の調査もレイン探しも僕たちにできるのは知らせを待つことだけだ。リン、どうせ今はやることもないんだ。近いうちに時間を見つけて一緒に治安局へ行かないか。
治安局？何しに行くの？はあ、やっぱり覚えていなかったか。リン、僕たちの運転免許、もうすぐ更新だろ。マスター、あなた様と助手2号の免許更新はすでに治安局のウェブサイトから申請済みです。ですが残念ながら受け取りには直接本人が治安局まで行く必要があります。早めにルミナスクエアの治安局へ行って新しい免許証をもらってこよう。けどルミナスクエア行きの地下鉄はいつも混んでる。いっそ車で行ってしまおう。あと少しだ。治安局のビルまでもう数百メートルしかない。頑張ろう。嘘、こんなに歩いたのにまだ300メートルもあるの？近くに駐車場がないって分かってたら地下鉄で来たのに。悪い、今回は僕がうっかりしていたよ。事前にちゃんと駐車場を調べてくるんだったな。けど最近は運動不足だったんだ。これくらいがちょうどいいんじゃないか。
お兄ちゃん、私が運動不足なのとお兄ちゃんのうっかりは別問題でしょ。話をすり替えないで。わかったわかった、君の勝ちだ。これは何か埋め合わせをしないと一日中この調子ってこともありえるな。リン、前に美味しいものでも食べたいって言ってたろ。治安局で用事を済ませたらこの辺りで何か食べてから帰ろうか。お店は君が決めていい。やったー、近くに美味しいとこがあるか調べるね。食べ放題以外だぞ。電波が。リン、どうした？危ない。壊れちゃった？リン！大丈夫？怪我はない？リン、リン、無事か？怪我は？うん、大丈夫。あれ、私たちどっから会った？うん、会った。ああ、いや、混乱しているんだ。シュウェンさん、チンイ、さっきは本当にありがとう。もし二人があの場にいなければ妹は今頃どうなっていたことか。気にしないでください。市民を守るのが治安官の責務ですから。それにこちらこそ調書の作成で時間を取らせてしまいました。ご協力ありがとうございます。事故の原因はもう分かったの？まだはっきりとしたことは言えん。運転手は幸い無事だが、事故前後のことを全く覚えておらぬそうだ。だが案ずるでない。兵来たらば将で防ぎ、水来たらば土で塞ぐとは個人の言葉。治安局がいずれ真相を明らかにするであろう。もうこんな時間ですか？二人とも今日はもう帰って大丈夫ですよ。もし事故のことで何か気がついたら、些細なことでもいいので連絡をください。シュエンさん、チンイ、改めてありがとう。二人がもし六分街に来ることがあれば、ぜひ僕と妹のビデオってくれ。歓迎させてもらうよ。主らは六分街に住んでおるのか。なら、そう遠くないうちに再びまみえるであろう。おっと、そうなのかい？先輩、そういう曖昧な言い方をしないでください。家に治安官が押しかけてくるのかと思うでしょ。すみません、先輩が今言ったことについてはこれを見てもらえると。あれ、チラシのこのおじさん、どっかで見たことがあるような。こちらはヤヌスク治安総局のブリンガー副総監です。私とチンイー先輩は副総監命令でルミナ文書に臨時で派遣されてきました。治安パトロール強化月間で行われるイベントの準備のために、もう少ししたらここで市民向けの大規模な安全講習会が開催される予定なんですよ。より多くの市民に参加してもらいたいので、私と先輩は付近の各街区でアンケートを配って回ります。そういうことなら大歓迎だよ。ありがとうございます。このアンケートは先に渡しておきますね。もしイベントに参加するつもりであれば、記入したものを私たちが六分街へ行った際に渡してください。それでは店長のご両人、また会おうぞ。六分街に住んでもう長いけれど、こういうことでわざわざ治安官が訪ねてくるのは初めてじゃないか。それはさておきに、一つ話しておきたいことがあるんだ。
さっきの治安官たちのことなんだけれど。私もその話をしようと思ってたんだ。でもここではやめた方がいいよね。ああ、まずは家に帰ろう。これで安心してさっきの話の続きができるな。シュエンさんとチンイン、この二人僕らにとって初めましてではなかったはずだ。怪物と戦ったあの日、白儀重工から通報を受けてホローの現場に駆けつけてくれた治安官がいたろう。あの二人だ。リンはイアスの中で普通のボンプのふりをしていたし、向こうは白儀重工以外に誰かいたなんて思ってもいないだろうけどね。危なかったね。さっきシュエンさんを見た時うっかり言いそうになったもん。とっさにお兄ちゃんがフォローしてくれたからよかったけど。リン、彼女たちとはこれからまた会うかもしれないんだ。念のためもう一回イアスの視覚記録を確認してみよう。フェアリー、あの時のデータを出してくれる？はい、マスター。ご要望に合致する映像記録を発見、再生します。ご協力ありがとうございます。事件の経緯は8割方把握しました。本日早朝、キャロットを積んだボンプの故障であなたたちは誤ってフォローの深部へ迷い込んだ。そしてここで正体不明の怪物に襲われた。故障したボンプというのはこれですね。ああ、でも部品の侵食だけかもしんねえし、まずは点検だな。詳しい報告書は後で。ゲッ、我の錯覚であろうか。こやつ妙に利口そうな顔をしておる。ひとたびそう見えると何やらずる賢いようにも。ちょ、何してるんですか先輩。ダメですって。通報者の前ですよ。そんなこと言ってクレームが入ったらどうするんです。どうやってホローに迷い込んだのかはさておき、白儀重工が普通ではないものに遭遇したのは確かなようですね。しかりこのような奇妙な性質記録にはない。我が詳しく見てみよう。結晶なんだろうな。え、やめてください先輩。医学鑑識課ではない治安官は規定により勝手に証拠を調べてはいけないんです。それにいくら先輩の素体が抗侵食特化だからといってさすがに危険すぎますよ。長官、現場はこちらです。で、そのケダモノ、いや、極悪非道な犯人はどこだね。ブリンガー長官、どうしてこちらへ。お、現場の担当はシュエンとチンイか。いや、さすが我が局捜査課きってのエリートだ。
後で連れてきた犯人と私をいい角度で写真に撮ってくれたまえ。そうすれば明日の一面は。長官、ここに犯人はいません。通報者を襲ったのはエーテル活性の高い未知の個体でした。ん？何だと？要はただのエーテリアスということか。いえ長官、敵は特殊な性質が見られ、フォローの異変か新たな犯罪の産物である可能性が。まあ待ちたまえ。そのだ、いいか主演、治安官として警戒を怠らない姿勢は立派だが、間もなく選挙が近い。そんな時期にフォローで正体不明の怪物だなどと、私の票に、あ、いやいや、市民たちを不安にさせてしまうだろう。よって軽率に治安局から情報を発表するわけにはいかん。まずは事の次第を精査せんとな。ご安心ください。収集した証拠はハンドに引き渡し、専門的な分析にかけてもらうよう申請しました。結果はすぐ出るかと。何？証拠をハンドに引き渡す？君たちのやり方は間違っていない。しかしだ、以降の証拠の収集は鑑識課の者たちに任せよう。君たち二人は私が常に全幅の信頼を置いてきた部下だ。これから君たちには非常に重要な任務を任せたい。あのモニュメントにいた怪物にブリンガー長官が興味さえ示さないとは。まあハンドに証拠を渡すこと自体は反対しなかったみたいだ。それは幸いだったな。今気づいたんだけど、ブリンガー長官が言っていた重要な任務はルミナ文書の安全講習イベントのことだ。わざわざシュエンさんたちに任せるんだ。さぞ重要なイベントなんだろう。フェリー、何か情報はない？ルミナスクエア治安パトロール強化月間で検索中。複数のメディアで言及を見つけました。読み上げます。今月に入ってから市内で重大事件が頻発していることを受け、ヤヌスク治安局は治安維持と市民の防犯意識向上のため治安パトロール強化月間イベントの展開を決定。同イベントには一線で活躍する捜査課の治安官が数名特別に派遣され、企画に協力するとのこと。今回のイベントの発起人としてヤヌスク総局の副総監ブリンガー氏もルミナ文書での講習に自ら出席する模様。その際、長官は今回のイベントを担当する治安官とメディアの取材に応じ、市民が最近関心を持っている質問に答える予定。ブリンガー長官だけじゃなく、たくさんのメディアも詰めかけるんだな。シュエンさんとチンイーも一緒にインタビューを受けるのか。一治安官にとってはきっと栄誉なことだろう。リン、この安全講習のことだけどどう思う？しばらく大きな予定もないし、シュエンさんたちにはもう二度も助けてもらったでしょ。あの人たちの仕事を応援しに行くのはどうかな。特に依存はない。そうしようか。シュエンさんたちがもうすぐ六分街に来る。その時に僕たちもイベントに参加したいと言いに行こう。
近頃不穏分子が活発になりつつあります。ヤヌスク治安局は市民の皆さんに防犯知識を身につけてもらう目的で治安パトロール強化月間というイベントを展開します。もうすぐレミナ分社で専門的な安全講習を開きますので、時間があればぜひご参加ください。治安局が市民向けに行うイベントですか。懐かしいですね。実は私も何年か前に参加したことがあるのです。私はご来場の皆様に引き立てのコーヒーを無償で提供したものです。当時の光景はさながらコーヒーの試飲会といった様相でした。決してお高い豆ではありませんでしたが、ですが惜しいかな、現在の治安局は至る所に芳香剤の香りが漂うようになり、コーヒーを味わいながら気兼ねなくお話のできるような場所ではなくなってしまいました。それはどういう意味でしょうか。時が経つにつれ美酒などはますます芳醇になるものですが、かえって悪くなってしまうものもあるのです。ああコーヒー豆のお話ですよ。ですので私は店のコーヒー豆が人様にため息をつかせるような運命をたどらぬよう彼らをよく引いてやらねば。イベントへの参加はお断りせねばなりません。残念です。炎蔵殿、資料を拝見する限り六分街でカスタムショップを経営しておるとのこと、講習に興味はおありか。いや裏若いお嬢さん二人に誘われちゃ当然参加しない手はないんだけどな。その日はちょうど俺の一番上のおばさんの、そのまた二番目のおばさんのじいさんの息子のいとこの結婚式なんだ。大事な親戚なもんで欠席するわけにはいかなくてな。なるほど。それではその大おば様にご結婚おめでとうとお伝えくだされ。ああそうだ、もうすぐ車を取りに来る客がいるんだった。急に思い出したぜ。というわけでここいらで失礼するよ。主演さん、チンイ、おはよう。アキラ君、リンちゃん、あなたたちでしたか。おはようございます。これ私たち2人分のアンケートね。私とお兄ちゃんで講習に参加することにしたから。それは強行。もし主らが来てくれなんだら、我らはまだ一人も参加者を集められずにいるところであった。先輩、何もそんなあけすけに言わなくても。なんだ、我の申したことは事実ではないか。別に彼らも知らぬ仲というわけではないのだから、良いであろう。ああ、陳意の言う通りだ。ただ六分街の人たちが誰もイベントに行きたがらないのは不思議だ。僕の印象だとみんな熱心に協力してくれそうなものだけど。何かお兄にお伝えできることはある。そういうことで言えば、主ら二人に教えを乞いたいのだが、六分街の住民台帳には名前だけで住所は登録されておらん者たちがいる。彼らが今どこにいるかわからぬか。ちょっと見せてくれ。アシャーさんにチョップ大将、このスパイクさんというのは多分だけどうちの会員のおじさんだ。ちょうど知り合いばかりだよ。なら私とお兄ちゃんでアンケートを渡してくるよ。そうしよう。六分街のみんなは普段あまり治安局の人と関わらないからな。警戒してしまっているのかもしれないけど、ご近所の僕たちの話ならみんなちゃんと聞く耳を持ってくれるかもしれない。ですがあなたたちの手を煩わせるわけには。二人だってこの前私たちを助けてくれたでしょ。地元の人間として当然のお返しだよ。主演、門を出ては道を尋ねよ、郷に行っては郷に従えであるぞ。凛とアキラが手伝ってくれるというのだ。
お言葉に甘いようではないか。そうですね、ありがとうございます。二手に分かれてまたこの近くで落ち合うようにしましょう。おう、アキラにリン、よく来たな。客から聞いたぞ、あの治安局のジョーちゃんたちを手伝ってチラシだかなんだか配って回ってんだってな。ご苦労なこった。チョップ大将、もう知ってたんだこういうとこに店を開いてると何かと事情通になるんだよ。とにかくその日は用事があんだ。参加できねえと治安官さんに伝えてくんだ。やっぱりそうか。実はここに来る前からチョップ大将も参加してくれないんじゃないかって予感がしてたんだ。シュエンさんたちにああ言ってしまった手前、ちょっと伝えるのは忍びないな。なんで俺もっつうのは。お前さんたち他の連中にも断られたのか。さっきアシャさんとスパイクおじさんに断られたよ。今朝はマスターティンとエンゾおじさんにも用事があるからって断られたんだそうだ。チョップ大将、なんかみんな揃って隠し事でもしてる？そんなに摩訶不思議なことでもねえよ。昔っからの六分街の住人にゃ、お前さんたちが知らねえことを知ってるやつもいるってこった。リン、アキラ、チラシに書いてあるこの男、誰だか知ってるか？ブリンガー長官だろ。今回のイベントの発起人だと聞いたけれど。なら、こいつは聞いたことあるか？かつてのエリートの時代、治安局にはフォローを征服した英雄がいたって話を。チョップ大将、まさかブリンガー長官がそのフォローを征服した英雄だったってこと？当たりだ。キュート陥落前、ブリンガーの野郎はちょうど俺の住んでたとこで文書の副所長をやってた。現場からの叩き上げだったせいか、副所長になっても現場主義のままでな。住人たちとの距離も近かったし、そりゃ好かれてたのよ。ある救援活動の途中、
あいつがホローの中で行方不明になった時は誰もがホローでくたばったんだと思ってたが、奴は奇跡的に生還した。そんでホローを征服した英雄になったブリンガーの野郎は程なくしてヤヌスクの治安総局に栄転。ここ数年も出世街道まっしぐらよ。いい話のように聞こえるけれど、これだけならな。ホローを征服した英雄はホローの中にガッツを置いてきちまった。今じゃもっぱらそう言われる始末だ。ブリンガーは未だに金言実直を公言しちゃいるが、俺たちみたいな古株に言わせりゃカメラの前でそう言ってポーズを取ってるだけさ。それにここ数年あの野郎は明らかにトップスにすり寄ってやがる。あいつが治安局で進めてるとかいう取り組みのほとんど住民のためだなんだと言いつつ、結局は大企業を潤してしまいのも。もうそろ市政選挙も控えてるな。あいつは今ヤヌスクの次期総監を見据える場所にいる。この時期にやれイベントだ、てめえの顔をチラシにするだ。何のためにやってんのかは俺が言うまでもねえだろ。そう考えるとブリンガー長官がやってることはちょっとフェアじゃない気がするね。そうとも、安全講習だなんだってのは別にやったらいいが、その後ろでブリンガーの野郎が何か企んでるのかと思うと心穏やかに参加できねえってなもんよ。チョップ大将、教えてくれてありがとう。まあそういうわけだ。悪いな、今回ばかりはお前さんたちの力になれそうもね。リン、ひとまずご近所の3人のところはもう回った。少し言いづらいけれど、帰って主演さんたちに結果を伝えよう。区分外中を走り回ったのに、講習に参加したいという市民は10人にも満たない。主演、人事を尽くして天命を待つとは個人の言葉言ったではないか。ことここに至っては白湯でも飲んで一息つくしかあるまい。先輩はお気楽に言いますけどね、講習を行う会場の収容人数は300人ですよ。このままだと当日は半分だって埋まりません。ブリンガー長官がイベントにこの場所を選んだのも付近に住民が多く参加者を集めやすいと踏んだゆえであることは自明。それがどういう巡り合わせか。ここの住民の多くは長官の以前の管轄から越してきた者たちばかり。あやつに対する苦情は少なくない。はぁ、どんな面倒な任務もため息一つつかない主が今日に限って何故かように落ち込んでおるのか。さっきまで首をかしげておったが忘れるところであったわ。ブリンガー長官は主の恩人であったな。任務を果たせぬこともそうだが、長官が非難されるのを見るのも主にとってはよほど辛いのであろう。ブリンガー長官が私をホローから救ってくださらなかったら、私は治安官になることはおろか生きてここにいることもなかったでしょうから。ここ数年長官の評判が芳しくないことは知っています。ですがあの人はたった一つしかない対侵食装備を子供に譲るという選択のできる人です。そんな人がどうして悪い人になれると。確かに長官はトップスと親交がありますが、それは治安局の設備の多くがトップスとの共同開発であるため彼らとの付き合いは避けられないことです。それに長官もよくおっしゃっているじゃないですか、今の立場では変えられないことも多いのだと。もし今回彼が総監に選ばれれば市民の考えだって。
祀るべく亡きを祀るはへつらいであり、義を見てせざるは言うなきなり。はい。本来祀るべきではない御霊を祀るのはただのご機嫌取りであるということ。また身を呈するべき時に手をこまねいているのはすなわち臆病であるということよ。我らは治安官として何をすべきで、そして何をすべきではないのか、それを知ることが最も肝要。ブリンガー長官のなすことには人によって異なる解釈があろうが、彼自身にやましいことがあるかどうかは己のみぞ知るところであろう。その心にやましいところがなければ一時の誤解はやがて無消しよう。そうですね、先輩。誰か来たようです。ごめん、話の途中だった？大丈夫です、雑談していただけですから。どうでした？例の住民たちは見つけてもらえましたか？アンケートは渡してきたんだけど、その日はみんな用事があるみたいでお役に立てなくてごめんね。大丈夫です、彼らに取り継いでくれただけでも十分感謝しています。六分外ではこれ以上アンケートを取れそうにありません。今日のところは私と先輩は局に戻りますね。ちょっと待った、治安官のジョーちゃんたち、待ってくれ。ああ、よかった、まだ行ってなかったか。ずずどうしたの、チョップ大将、そんなに息が切れるまで走ってきて。いや、なんつうか簡単には説明できねえんだが、とにかくあっちで事件だ。今はまだ睨み合いってとこだが、ジョーちゃんたち早く来てくれ。事件発生ですね、先輩、行きましょう。おじゃあ俺と来てくんな。いい、僕たちも様子を見に行こう。近くに治安官がいると言ったのはお前らだ。そいつらに判断させよう。犯人も何を盗もうとしたのかも明らかなんだ。どんな言い逃れができるか見せてもらおうじゃねえか。運転手さん、その明らかという点については異議を唱えざるを得ません。それは麦らっての泡だけを見てこれはコーヒーではないと判断するようなものです。皆さん落ち着いてください、私たちは治安官です。ここで何があったんですか？やっと来たか、治安官さん。話はこうだ。俺はゲール、天満エクスプレスの運転手で、この近くに配達に来たんだ。さっき荷物を届けて、次の届け先に電話してたら、突然トラックのあたりからドンという音が聞こえたんだ。慌くって車のそばまで行ったら、コンテナに積んであったアヒルがあちこち逃げ出してるじゃねえか。車のそばには慌てふためくボンプが一匹。そいつのことさ。うんだ。リン、あれは雑貨店ワンフォーワンのお釣りじゃないか。治安官さんよ、今回の件ははっきりしてるぜ。俺がトラックの異変に気づいた時、周りにいたのはそいつだけだ。そいつが俺のコンテナを開けたに違いねえ。車に積んであったアヒルたちは農場で専用に育てられた新種だ。1、2話でもいなくなってみろ、俺の1ヶ月分の給料でだって弁償できねえんだぞ。運転手さん、あなたの証言は記録しました。そこのボンプ君、この件について何か言いたいことはありますか？うんだ、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 うんだ
ないな勝手にドアが開いたってのか。お前がコンテナを開けた後、うっかりしてアヒルを逃がしたんだろ。運転手さん、あなたのお釣りに対する態度はあまりにも手心というものがありません。治安官さん、隣人としてお釣りの名誉のために言わせてください。私は日頃からこの子をよく知っています。決してこんな常識に外れたことをする子ではありません。じゃあ教えてくれ。俺のコンテナには間違いなく鍵がかかってた。なんだって勝手に開いたんだ。治安官さん、このところ都市やポンプの犯罪は少なくねえ。そいつがやった証拠を見つけて俺の損失を弁償させてくれ。治安官さん、このままではお釣りは名誉だけでなく仕事まで失ってしまうでしょう。必ずや事件の真相を究明し、お釣りの無実を証明してください。マスターがあんなに興奮しているのは見たことがないな。インスタントコーヒーのこと以外で。お兄ちゃん、私お釣りは犯人じゃないと思う。雑貨店のボンプたちとは長い付き合いだけど、みんないい子だもん。とはいえ、運転手がトラックの異変に気づいた時、そばにいたのはお釣りだけだった。こればかりは本当らしいからな。みんな解散していくの。シュエンさんたち、もう事件を解決したのか。どうなったのか聞いてみよう。リンちゃん、アキラくん、あなたたちも来たんですね。さっき大筋の経緯は後ろで聞いていたんだけれど、みんな解散したということは事件は無事解決したのかい？残念ながらまだです。みんなで状況を分析して少し落ち着いてもらっただけですよ。今どんな状況なのか聞いてもいい？ひとまずトラックの周りを一通り見て回った。とはいえ、アヒルが逃げ回った後の他に不審なものは見つからんかったぞ。おまけにこの辺りは街頭カメラがないゆえ、現時点で調査できるのはボンプの視覚記録、そしてトラックの盗難防止システムのみだが、その2つは技術部門の領分でな、すぐには結論が出せん。フェアリーに手伝ってもらえばすぐお釣りの視覚記録を見れるけど、治安官がいる前ではさすがにね。とにかくどちらの調査も最低で 2,3 日はかかります。その間はトラックの運転手もお釣り君も日常生活に大きな影響を受けることになりますね。私たちの説明を受けて運転手も一応の譲歩はしてくれました。今日のうちに時間通り配送ができれば和解に応じるとのことです。ですのでティンさんほか六分街の住民たちはアヒルを探しに行っています。リン、だったら僕たちも急いで手伝おう。私と先輩も一緒に行きます。こういう逃げた動物探しみたいなのも捜査課のお仕事なの？本来は所轄の治安官が担当すべき案件です。ですが今から手続きをして他の治安官を呼ぶにも時間がかかります。何より市民の目にそれが治安局内で仕事を押し付け合っていると映ってほしくありません。それにこの事件には確かに疑わしい点もありますから、私と先輩はアヒルを探しつつ付近で他の手がかりも探してみることにします。シュエンさん、チンイ、ありがとう。じゃあこちらも行動を開始しよう。リン、探し物なら僕たちの得意分野だ。そうだろ？
やっぱり車のライトがつきっぱなしだ。前に乗った時消し忘れてずっとそのままだったんじゃないか。消したはずなんだけど、おかしいな。それに前に車で帰ってきた時はもう暗かったよ。ライトがつきっぱなら気づいてたって。どういうことだ、ライトが消えない。スイッチの故障ですかね。わからない、押しても何の反応もないな。このままだとバッテリーが上がってしまう。ひとまずライトのケーブルを抜いておくよ。おかしいな、少し前に車検から帰ってきたばかりなのにこんなにすぐ問題が起きるなんて。お兄ちゃん気のせいかな。似たような話をどっかで聞いたような。うん、どうしたんです先輩、考え込んで。シュエンよ、主は気づかぬか。我らが今日遭遇した事件には皆車が絡んでおると。雑貨店のトラックが動かなくなり、カスタムショップを出たばかりの車が故障。アキラ君とリンちゃんの車はライトが、そして天満エクスプレスはアヒルを失った。車両絡みの事件ばかりが4件も起きています。数日前、午後に僕たちが交通事故に遭ったことを含めると5件だな。まあ、あの日のことは私も悪かったし、でもあの時はスマホが急におかしくなっちゃってそっちに気を取られちゃってたんだよね。何にせよこれからは歩きスマホを戒めることだね。ん？ルミナスクエアの事故に先立ってリンのスマホに何かあったのか。一体どうおかしくなったのだ。どうって電波が急になくなって画面にカラフルな縞模様が出たの。でもすぐ元に戻ったよ。やはりか。先輩覚えていますか、天馬の運転手は事件の時電話をしていたと。推測が正しければそこで何か別のことが起きていたはずです。うむ、お釣りも急に頭がフラフラしたと言っておった。同じ原因であると見て良いだろう。どうしたの二人とも、急に深刻な顔して。リンちゃん、アキラ君、ここ数日で起きた車に関する全ての事故、背後にある真相が分かったかもしれません。まずはアヒルを連れ帰るついでにいくつか調査をします。後でトラックの近くで合流したらあなたたちにも説明しますから。ねえねえお釣り、シュエンさんとチンイーにここで待っててって言われたんだけど二人は来てた？うんな、うんな、なな、な、うんな。なあ、それについては俺が説明してやる。その二人ならさっき来てこのボンプから電流高の記録をコピーしてた。俺には変な質問をしたくらいで急いで行っちまったよ。聞いてもいい？二人はどんな質問をしていったの？なあ、事件が起きた時俺は電話をかけてたんだが、その時スマホに何か異常はなかったかって聞かれた。確かにその時俺のスマホが勝手にオフになったんだよ。どうしてそうなったのかも、なんであの二人がそれを知ってたのかもわからんがな。なんだって、君のスマホもおかしくなったのか。リン、ふと思ったんだけど、ここ数日で起きてること、ひょっとして EMP が原因じゃないか。アキラの言ったことはおおよそ当たっておる。シュエンさん、
陳意、おかえり。運転手殿、主は EMP 発生装置、つまり電磁パルス発生装置なるものを知っておるか？聞いたこともない。なんだそれ。起動することで近くにある電子機器に電流の変調を引き起こすものよ。警備なら部品の故障程度で済むが、重篤であれば機器全体を焼損させることもある。車両に触れることなくコンテナの電子ロックを焼き切るのもたやすいであろうな。コンテナが開いた時、主のスマホが不調をきたしただけでなく、お釣りの体内電流にも急激な上昇が見られた。いずれも EMP 攻撃を受けたことを示唆するに十分なもの。つまりこのボンプは俺と同じ被害者で、事件を起こした奴は他にいるってのか？ええ、これが私たちの導き出した事件の真相です。なんてこった。俺が短気なせいでさっきはひどいこと言っちまった。すまねえ、お釣りとやら。お前に濡れ衣を着せちまったこと心から謝る。うんな、うんなんな、うんうん。チアンカンさんたち、こいつを引き起こした犯人は誰なんだ？もう捕まえたのか？安心してください。今局の方で六分街の監視記録を調査しています。犯人が見つかるのは時間の問題ですよ。犯人は今日だけで EMP 発生装置を何度も使用しています。複数の事件現場に共通して映り込んでいた人物を調べればかなり絞り込めますから。主演治安官、ご依頼のあった監視記録の調査が完了しました。これまでに該当する不審人物は1名。現在通りの出口付近で追跡中です。尋問を行いますか？確保次第すぐにやってください。了解です。申し訳ありません、逃げられました。現在そちらの方へ向かっているものと思われます。先輩、急ぎ捕らえましょう。はい、待ちなさい。おい、何すんだ。止まらないと発砲する。こちら主演班、容疑者はホローへ逃走。引き続き追跡する。了解。頑丈なやつよ、手加減無用であった。状況は？犯人はホローに逃げた、うん、後を追います。二人は避難を、うん、お兄ちゃん、こっそりついてっちゃおう。うん。リン、シュエンさんとチンイーはもうホローに入った。彼女たちなら犯人を逮捕できるとは思うけれど、一応僕たちもホローに入って様子を見よう。僕としてはこの手で犯人に教訓を与えてやりたい。わ、お兄ちゃん怒ってる。あの犯人のせいでもう少しでリンは事故に遭うところだった。簡単に許してやる道理はない。それに六分街でもあれだけたくさんのトラブルを引き起こしたんだ。きっちり落とし前はつけさせないとな。リン、準備ができたならいつでも出発できる。とはいえ、シュエンさんとチンイーは治安官だ。フォローでは彼女たちと一定の距離を取ろう。見つからないようにね。